シュルフラビリンスの3人と戦いを繰り広げる。もっともその姿では何もできんだろうがな。この姿、貴様の仕業だったのか。ズリーゾ、お前、なるほど、それなら簡単だ。俺の炎で全部の氷溶かしてやる。声声、あの声はどっから聞こえてくるんだ。うわっ、嘘。この村の人だったんですか。嘘。小さい頃巨人に育てられたの。それもダメ。永遠の炎は村の守り神、大切なもの。イクボスカルプケア。気持ちいい。かな。神しぐれ、どうか。所詮髪の毛、なんだこりゃ。ヒロシ、あった。金髪、髪が。魔導士ごときが俺らに喧嘩売るなんて超中年早いよ。女は女らしく。100年早いのよ。攻撃力強化、マーヌス。うへ、天竜の欲撃。うわー、神しぐれ、自動だろ。やったわね。キカミネルバ、大魔党演武で受けた狩り、今こそ返させてもらうぞ、エルザ。どうした、まだ小手調べだぞ。あ、どういうこと。だってあんたは普通の。そう、それが逆に怖くなって。私、それでレイヴンに入ったの。うん、全然気にしてないから。フレアさんが久しぶりに故郷に帰ってきたら。永遠の炎ならみんなの氷を溶かせるかもしれない。ついてきて。炙ってくれようぞ。この魔法は解けんのか。デリオラ、もう逃がさねえ。殺す前に一つだけ教えといてやろう。仲間が危ないわ。仲間、目の前の敵。こんなことで我を忘れた。もう大丈夫だ。エルザさんとグレイさん、どこにいるんでしょうね。みんな待ってて、必ず元に戻してあげる。あれだ、さっきの声はあの山から聞こえてきた。間違いねえ。闇ゲルド、サキュバス愛が襲いかかる。そしてドリ、魔導士に喧嘩売るなんて100年早いのよ。攻撃力強化、フシーキックアンドバルゴキック。うわさて、そろそろとどめを刺すまでだ、ティターニア。殺す前に一つだけ教えといてやる。この世には決して踏み込んじゃいけねえ世界。うれ、いやっ、全てと言ったら、
こんな気持ちの悪い氷の魔法を使いやがって。みんな待ってて、必ず元に戻してあげるから。こんな気持ちの悪い氷の魔法を使いやがって、本物の氷の魔法を見せてやる。つまりお前は狩られる前のウサギみてえなものなんだわ。おとなしく。いつの間に。その自由な発想であるが、今の魔力で実現できるかよ。てめえ。まずそうなかき氷だな。つうか氷の魔導士がこの程度の。その前に一言聞きたい。そなたのような屈強な戦士の情けない声をな。闇から抜けろミネルヴァ。この状況で説教。ちょっと待って。お前もな。いつの間に。で、なんだなんだ、急に体が元に戻ったぞ。なんだこいつ、我を忘れて魔法を解いちまったのか、マヌケなやつ。悪魔？ミラちゃんのサタンソウルみてえな魔法か？そんな、まさか。なんて力だ、こいつは速いとか。またガキの姿に。どうなってんだ。ちょ、何これ。小さくなった。ハッピーシャッ。なんだこいつ。俺がダメか。フリー。なんだこれ、なんか違和感があるぞ。フリー。どうやってだよ。やろうとしなかっただけなんだ。お前。大丈夫、敵じゃない。フレアはこの村の出身なんだって。ギルドの名にかけて俺たちが必ず元に戻してやるから。永遠の炎なら村を元に戻せるかもって希望があったけど、その炎さえ。何あれ。わかんないけど、オイラたちを止める。動かせるんだな。確実じゃねえか。頼んだぞグライス。危ない。そう簡単に食われるかよ。俺は大丈夫。氷を、永遠の炎を復活させる。どうした後どうするんですか。アイスメイクだ。この村の氷を俺のか。よし。やったー、氷が溶けるわ。あれ、どういうこと。炎が。魔力は。永遠の炎が。失敗したのかもしれねえ。これじゃ巨人の氷を溶かすのは無理だ。強力な残留思念、これは生きてる証拠です。生きてるって。な、夏さんの炎なら、夏さんならきっとあの炎を復活させられます。巨人さんに当たっちゃう。カミ
いつは？エクリプスから出てきた。ブトカ、それも遥かなるイニシエ。意識がはっきりしてねえのか。それが氷の魔法によって長時間凍結されたことで記憶の一部が損傷した。氷の魔導士の仕業だったのか。たった一人の魔法でこの村をこんな風にしたの。滅竜でも滅人でもない、滅悪魔法。思い出せん。我は一体、我が名はアトラス・フレイム、巨人の炎。ここまでか、ミネルヴァ。いずれ決着はつけようぞ。見て、村が。ああ、元に戻ってく。なんて暖かい。イグニールが破壊しようとしていた悪魔 END、 初めて聞く話だな。